ジオブーストチャンネルのあるちゃんです。11月17日
はい、というわけで今日は腹筋のトレーニングをしました。ちょっとね、下腹がかなり下腹っていうか、もうなんかもうお腹全体がかなり出て、下腹ももうすごいことになってるんで、今日は腹筋と、あと腸腰筋、この足の付け根ら辺にあるらしいんですけど、この辺をやりました。でこの後、有酸素運動、ちょっとね、昨日じゃない、前回忘れてたんで、エアロバイクで今からちょっと1時間から2時間ぐらいはちょっと漕ぎたいなって思ってます。ちょっとね、この後4時あるんで、それまでできる限り長く漕いでいこうと思います。前回のコメントで皆さんお帰りっていう風に言っていただいてありがとうございます。すごい嬉しくなりましたなんかね、今日も朝ちょっと実はなんかしんどいなって、運動痛いし嫌やなみたいな感じになったんですけど、でもやっぱり頑張ろうって、コメントとかもちょっと読み返したりして頑張ろうと思ってここに来ました来ましたって階段降りてきただけですけどはい、というわけでこんな感じなんですけど、ちょっとずつでも体力戻して筋力戻していけたらいいなと思います。サイズ測定は毎回ちょっとねしていかないといけないと思うんで、いつも忘れちゃうんですけど、今日は忘れずにサイズ測定します。寒いあの長袖にちょっと言ってもらってたなんちゃらかんちゃらウェアをね、まだ今探してるんで、いいやつ見つかり次第それ着ますね。79、一緒ですね、この間と。ヒップ。ヒップはでもなんかちょっとマシになったそんな、こんなすぐにはならへんか。ヒップが、105。変わらないですね。やっぱり、1日では何もサイズは変わらない。できたらね、ヒップはもうこのままのサイズで残したいと思ってて、実は。痩せたいって思ってないんですよ。ヒップ自体は別にね、そんなに困ってなくて。困ってるのはやっぱこの太ももの感じ。太ももの特にこの、この前が張ってる感じ。わかりますかね。この、ここからこう、わっと、張ってる感じをなくしたいのと、あとは反り腰直さないといけないのと、ですね。あとこの下腹の、スパッツ越しでもわかるこの下腹のぽっこり具合。この辺を直していこうと思ってます。はい、というわけで、あとはじゃあエアロバイク頑張っていきます。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録。あと、左下に通知ボタンがあるので、ベルマークの通知ボタンよかったら設定してみてください。今度こそちゃんと毎日更新できると思います。毎日じゃないか。できる限り更新しようと思ってるんで、よろしくお願いします。はい、それでは。